あなたはまず町の中央にある広場を訪れた。ひび割れた記念碑、しおれた花壇、散らばった瓦礫、広場は荒れ果て、すべて黒くすすけていた。ひどいと思う。けど多分昔はこんなじゃなかったんだ。花壇の花たちが話しかけてきた。でもだとしても、ここは一体どんな場所だったんだろう。悲しげに揺れる花たち、花たちの問いに、あなたはあの場所を思い浮かべていた。あなたはその場所の思いを届けた。広場を覆っていた黒いすすが消えていき、花たちが潤いを取り戻していく。ありがとう。ここがどんなところだったか思い出したよ。花たちは優しく揺れた。ここはこの町、上椿市ゼロ番街が始まった場所なんだ。誰かに呼ばれた気がして、私は目を覚ました。視界に映ったのは、昼下がりの無人の音楽室。歌い疲れて座り込み、眠ってしまったらしい。その短いまどろみの間に夢を見た気がする。詳しい内容は覚えていないけど、大切な何かを失うような、かすかな胸の痛みを感じながら体を起こす。窓の外には、夢よりも非現実的な光景が広がってた。カラフルな積み木を重ねたような雑多な街並み。でもその建物はすすけて、ところどころ崩れている。白い空には赤い太陽が浮かび、巨大な青い鳥が飛んでいる。仮想世界に存在する不思議な町、上椿市。それが私の今の居場所だった。